どうもマジパンチャンネル流星です。はい、皆さん本当にお久しぶりでございます。全然動画がね更新できなかったんですけども、何もねサボってたわけじゃないんですよ。僕がこのチャンネルを始めた時に目標に掲げてたジャパンケーキショーで日本一を取るという目標があったんですけど、実は先日そのジャパンケーキショーがありまして、ジャパンケーキショー用の作品を作ってて新しい動画を上げられなくて、だいぶ久々の動画になってしまったんですけども、今日の動画はそれのジャパンケーキショーの結果発表と、そのジャパンケーキショーに出品した作品を皆様に見ていただいて、で最後にその作品を作った思い入れだったりとかポイントを皆様にお伝えしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。最後のその作品に対するポイントだったりとかはすごいマニアックなところになるので、僕の作品を皆様に見ていただくだけでも十分嬉しいので、そこまではぜひ見ていただけると嬉しいです。それではジャパンケーキショー東京大会2021の結果発表を皆様にお伝えしていきたいと思います。なんと結果は金賞でございます。金賞でございます。金賞でございます。ありがとうございます。ではないんですよ、ではないんですよ、ではないんですよって言ったら語弊があるんですけど、金賞すごい素晴らしい賞なんですけども、実はジャパンケーキ賞は銅賞、銀賞、金賞っていうのがあって、まあこれ一般的じゃないですか。金賞はまあ1位かなって思うじゃないですか。でも実はそれよりも上があって、金賞の次に、金賞より上に、大会会長賞で、1番が、連合会会長賞というのがあって、僕が今回受賞した金賞は、3位ということで、当初、目標にしていた日本一には届かず、という結果に終わりました。いやー、ほんとね、正直悔しい思いはあるんですけども、その大会の作品を作るまでの過程で、皆様にすごい応援していただいたりとか、実際にSNS で自分の作品投稿をまずしたんですけども、すごい皆様喜んでいただいて、ジャパンケーキショー東京にお越しいただいた方にも喜んでいただいて、すごい嬉しい思いでございます。はい、もうここまで作ることができたのはもう間違いなく皆様の応援のおかげだと思っておりますので、本当にありがとうございます。それではですね、僕の全力を尽くした作品をぜひ皆様に見ていただきたいと思いますので、それではどうぞ。
はい、皆さんいかがだったでしょうか。僕の作品見ていただいて喜んでいただけたでしょうか。もうここまで見ていただいて十分嬉しいんですけども、ここからは僕がこの作品を作るに至るまでの経緯だったりとか、ポイントを皆様にお伝えしていこうと思いますので、どうぞ楽しんでいっていただければと思います。ぜひね、僕の作品すごいなと思った方、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。じゃあまずですね、至った経緯なんですけども、もともとこの作品は2年前のジャパンケーキショー大会の作品を納品する前に実は思いついていて、その2年前の時は違う作品で出したんですけど、今回出した作品をもう自分の集大成にしようと実は決めていて、アンティークミシンなんですけど、すごいテーマいいなと思ってて、テーマ性がすごいマジパンとの相性もいいなと思いまして、まずはぼんやりとアンティークな世界観いいなと思ったのはきっかけで、そこからこれを日本一を取るための作品として紹介していこうと思ったのがまず最初ですね。で、今回この作品のポイントなんですけども、実は3つありまして、まず1つが構図とシルエットで、2つ目が人形の多様性と小型化で、最後3つがミシンで縫った布の柄であったりとか、ちょっと専門用語になるんですけど、そのマジパンの人形を捨てるのがステージというんですけども、そのステージを置いてある置くための土台、スポンジにカバーリングしたの土台っていうんですけど、それの周りのことをサイドって言うんですけど、そのサイドに貼ってる布の柄ですね、パッチワークを表現したんですけども、この3つが僕の作品、今回の作品の重要なポイントになるので、この3つを、これから詳しく説明していきたいと思います。でですね、まずは構図とシルエットに関してなんですけども、近年ジャパンケーキショー東京や地方大会のマジパン部門の作品の傾向なんですけども、2017年から真ん中に人形を2人置いて目立たせるっていうやり方がすごい流行っていて、人形に主役を置いて、他の空間をそれに関連するものとかを置いて充実させて、人形にこうピントが合うように作るやり方が流行ってたんですけども、それがずっと続いてて、今回自分がその作る作品はそういうのではない新しい見せ方をしたいなと思っていて、で思いついたのが、誰が見ても綺麗に見える構図シルエットを目指そうと思っていて、そのためには2人構成だと2人構成だとちょっと限界を感じたというか、どうしても人形が2人だとステージの中央にその人形を集めないとバランスが悪くなるんですよね。こう人形2人なのに横に散らばってしまうと真ん中のスペースが空いてしまうし、真ん中にしか集めれなくなって、空間の生かし方がちょっと難しいなと思っていて、でその時に今回の作品で思いついたのが、真ん中に何かその建造物であったりとか、何かその主役のものをドーンと置いて、そのものに対して携わっている、人形を作ることで、人形をいろんなところに配置することで空間がより生きるのではないかと思い、今回こういうシルエットにした感じですね。はい。で今回そのアンティークミシンっていうのを真ん中に作って、そのアンティークミシンを使ってみんながこう手芸ソーイングをする雰囲気を作ったって感じですね。でもちろん各々が別の作業をして、別の作業をしてるんですけども、それが一つのストーリー性として誰が見ても成り立つように工夫して作りました。でポイントとしては、その4人人形を作ったんですけども、ちょっとずつやっぱずらして作ったんですよね。左側の女の子はまあ下側で、で右側の女がそれよりちょっと高いで、トップに黄色の女の子を作って、で一番その下に女の子をね配置して、バランスよくなるように作りました。
で今回まあそういう、うん、なんて言うんでしょうね、ダイヤ型みたいなシルエットですかね。まあそういうシルエットは綺麗かなと思って今回、それが実現するように作品を作りました。で、2つ目があの人形の多様性と小型化。4人人形を作るのは僕あの今までも実は下子作ったことがなくて、今までずっと2人で作ってきてたのですごいあの大変でした。何が大変かっていうと、その4人の女の子を作ったんですけども、その4人の女の子がなんか別の髪とか表情とか服装してるんですけども、作品としては一体感があるというか、そういう風な、うん、一体感を持たせるのすごい難しかったですね。別の髪型してるけど、みんながこうシナジーを感じるような、うん。その上で今回その、今まで自分が作ってきた人形より小型化する必要があったんですね。じゃないとあの今までと同じ大きさだと4人もあのステージに乗らないんですよ。それがすごい難しいところで、技術を落とさずにパーツを小さくして、でかつあの繊細に見える、うん、非常に難しかったですねここは。うん、でこれあのちょっとあの今パッと思い出してあのお伝えしたいなと思うんですけど、自分の作品のポイントであのミシンもあのすごいこだわりがあって、実際のミシンではないんですけど、その作ったのはその実際にあるものではないんですけど、マジパンの世界観にこうデフォルメしたミシンを作ったんですけども、その中でも男性ってなんかメカ好きなんですよ、メカニックなところ。これ偏見じゃなくて、あのほとんどの男性の人は機械っぽいの好きだと思うんですよ。でその中で男性が好きそうなメカニックな、例えばミシンの針の先のなんかこうなんだろう、どことかそのミシンのそのボビンであったりとか、あの糸があったり、そのハンドルのところのパーツっていうところはすごいこだわって、メカっぽいところはありつつも可愛らしく見えるような、で今度は女性らしいその繊細な模様であったりとか、糸のこう柔らかいこう流れ、そういうところをすごくこだわって、であの一番あの重要なのが、その女の子の一番上の女の子の左側にハートで糸を作ったんですけど、これがあることで、これがあるないで全然違うんですよ。ここがハートであることで空間が埋まりつつもストーリー性も感じられて、すごい自分の中ではやっぱあるないとでは全然違うなっていうところですごいあのこだわりました。はい、ですいません、最後3番目が布の柄ですね。布ですね。今回その今までもあの布にその何かにその模様を貼り付けるっていう技法はあったんですけども、今回自分が、試してみたのはその貼り付けた柄に動きを持たせるっていうところがあの非常にあの新しいのではないかなと思いました。で、まあ、これはあの実はあのやり方があるんですけど、まあそのやり方はまたねあのおいおい動画で説明するか、あの講習会の話とかもいただいておりますので、その講習会とかで皆様にあの受講していただいた方にだけに披露できればなと思っておりますので、あの講習会のご要望ぜひお待ちしております。はい、で、で大事なのがその布の柄を作った時に、あれってマジパンをもうただまあ貼り付けてるんですけど、ただ貼り付けただけだと凹凸が出てしまうんですけど、その凹凸がもう全くないようにこう綺麗に貼り付けるっていうところはすごいこだわりました。うん、だからあの真横から見ても本物の布のように見えるようにあのつけました。で、土台のサイドのとこですね、あの柄のとこもパッチワークを表現して、なんか違う布がこう合わさって作ったんですけど、すごいあの綺麗に華やかで繊細な
パーツが作れたかなと思います。そうですね、僕のその今回こだわったポイントはまあ以上になりますかね。まあ もちろんもっと違うところでこだわりはあるんですけども、まあ重要な自分の中で一番大事なポイントっていうのはこの3つの点じゃないかなと思います。はい。でこれからもねこういう作品を作って皆様に喜んでいただけるような活動をしてまいりますので、ぜひとも今後ともマジパンチャンネル流星をよろしくお願いします。こういうね作品に対する僕の思いとか考え方が需要があるならば過去の作品とかの解説とかもしていきたいなと思いますので、その辺もまたコメントでよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、ではまた。